こんにちは、佐々木です。本日はメルカリ初心者必見、転売で毎月月収50万以上稼ぐための考え方、その方法とはというテーマについてお伝えします。それでは早速いってみましょう。はい、こちらですね、私のですね、視聴者の方からですね、ちょっと連絡があってですね、まあどういった風に考えているのかってことをですね、連絡いただきました。それでですね、まあ大まかにですね、ぜひ説明のさせていただきます。まず月収ですね、月収、50万円ですね。これをですね、稼ぐ方法ってどれぐらいお金を使うって話だったんですね。それはですね、大体ですね、まあ少なくてですよ、少なく見積もってですね、まあ約ですね、400万ですね。これだけ使えばですね、大体月収50万は超えることはできるんですけど、そのためにはですね、どうしたかというとですね、まあ絶対にですね、条件があるんですよ。で、条件はですね、利益ですね、利益、まず1万円ですね。これをですね、確実にキープする商品がですね、まあ、単純にですね、50万ですよね。ってことはですね、まあ、50個ですね。これがあれば、はい、これがあればですね、100万ですね、すみません、50万ですね、超えることはですね、可能になるんですよ。で、まあ、これですね、ただ、初心者がですね、初心者の方はですね、多分ですね、これできるんですかって話になってくるんですと思うんですよ、これ正直に。まあ、これだけなんですよ。400万以上使えばですね、まあ、50万を超えることは可能なんですけど、超えるかどうかって話とかですね、使い切るかって話です。これはですね、どうしたらいいかっていうことなんですけど、これはもう売る技術ですね。売る技術をですね、マスターするしかないんですよ。どういう風に売っていくかってですね、マスターするしかないですよ。それだけのことですよね。はい。で、どうやって考えていくか、どう言っているかって話で、まあ、こういった風にですね、考えないとですね、まず不可能ですね、これは。はい。で、これ以上になってくるですね、これですね、例えば100万稼ぎたいって言っても、まあ、約800万ですね。そうすると800万円以上ですね。以上、使うですね。まあ、これを利用すればですね、まあ、ものすごい100万円は見えてくるんですよ、リアルに。まあ、これは事実です。ただしですね、800万使って100万超えるってことは、これと一緒なんですよ。なので、利益ですね。利益。1万円ですね。まあ、これを確保しなければですね、まあ、100万を超えることはですね、非常に、難しいんですよ。なので、単純に例えばですね、例えば転売でですね、まあ、よくですね、まあ、100万超えましたっていう方結構いると思うんですけど、それはですね、半分詐欺と考えてください。詐欺ですね。よくあるじゃないですか。なんか来ました。あると思うんですけど、それはですね、ぜひね、まあ、これは本当に言いたくないですが、詐欺とね、考えていただければですね、これを、カメラですが、カメラですか、カメラ転売ですがですね、これが、この状態じゃなくて100万個が非常に難しいです。まあ、これがもちろん2万円とかね、稼げる商品があればいいんですけど、それは大きなリサーチであって、稼げるようになればなるほどですね、相手がマークが厳しくなるので、価格が下がっちゃうんですね。だから大体大まかに1万円から3万円ですね。まあ一眼レフうまくってまた3万、4万利益出していただくといいかと思うんですけど、まあ順調に考えてですね、まあこういった風に、まず基礎です、オーソロックスにこうやって考えていかないとですね、100万超えるとまず不可能です。はい。なので、まあぜひね、50万円超えると、50万をですね、超えるってことはですね、まあここですね、この400万をどうやって売っていくかですね、どうやって売っていくか、例えばヤフーオークですね、ヤフー、まあ、オフトロック、アマゾンですね、アマゾン、メルカリですね、メルカリ、はい、あとラクマですね、まあその他、あとその他何でもいいんですよ、その他何でも売れるところどこでもいいので、まあこれをですね、うまく利用していただければですね、50万円を超えることは可能なんですよ。実際私はですね、これしか使ってないので、これしか利用してないので、これだけでも50万円以上超えてますので、それでも生活できてます。はい。なので、難しく考えて、例えば輸出とかね、もうめんどくさい輸出です。輸出とかね、やらなくてもですね、十分稼げますし、輸出になると、例えばアメリカ輸出しますよね。それで、商品が不要になると、また戻るときにお金がすごいかかるんですよ。
なので、まあ、こちらでしたら、ただ Amazon で不良でも、まあ、400円でもあるんですよ。こう安いですよね。なので、まず輸出っていうことを考えないで、国内ですね、国内転売のこれで十分ですね、稼ぐ、生活的要素を稼ぐと十分できますので、難しくは考えないで、ぜひね、国内転売のみで勝負していただければね、十分稼ぎますので、ぜひね、やっていただければいいかと思います。はい、本日は最後まで見ていただきありがとうございます。はい、その他ですね、こちら LINE アップの方で登録ですね、あと無料コンサルトも募集しますので、ぜひね、こちらの方お待ちします。はい、でプレゼントもですね、させていただきますので、ぜひね、応募します、よろしくお願いします。はい、それでは最後見ていただきありがとうございます。番組登録お待ちします。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。